たちは仲間同士で争い合っている場合じゃない。ジークの脊髄液が混入したワインが兵団内で振る舞われただとしても、バカな憲兵どもがでかいバカになるだけでしょ。もういいですか。憲兵団が飲まされたとは言ってないぞ。まさかあんたたちワインのこと知ってたの？